レクション装置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 装なるほどね。で台下は1台で、そっか冷蔵冷凍庫ですね。お菓子屋冷やす作業が多いから、ほんでミキサー、うちのミキサーとなんか似たような30コート。回転台になるんですか。へえ、なるほどね。これはね、普通の回転台じゃないんです。じゃない、ろくろ用の。ろくろ、へえ、あの陶芸の。そうそうそう。へえ、こっちの方がやりやすいですか。止まらないんですよ。止まらない、普通の回転台止まるんですよ。あ、なるほどね。はい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 。お菓子屋さんでもこれ使ってるのってあんまりいないです。いらっしゃらないですか。今、あの今は電動のが出てるでしょ。へぇ、ブルブルブルある。あ、そうなんですか。これお前止まれへん、それがために。へチョコレートは全部作りで、規制品はないです。へぇ、繊細やなぁ、あそこのお菓子屋さんって。その形って、なんか型があるんですか。傘に流し込むわけではなくて、あ、絞るんですか。へぇ、なるほど。大変ですよ。大変そう、数もすごいですもんね。
ですか？ひっつけかな、ナイフで。へぇー。ティークの形したナイフがあって。あ、なるほど。それでチョコレートをつけて。美しいな。今で店オープンして何年ぐらいでしたっけ？同じぐらい。6年。同じぐらいですか？同じぐらい。うちで今6年目ですね。一緒ぐらい。もともとここって末広さんの生まれ育った場所。違います。あ、全然違うんですか。僕は火災。あ、火災なんですか。へえ。なんで加工がなんでしたっけ。家は高砂なんですけど。へえ。あ、通ってるんですか。通ってる。へえと。働いてたお店が高砂にあったんで。ああ、でこっちに移り住んできて。なるほど。へえ。僕あんまり丸のカットのあんまり好きじゃないんで、しないんです。なるほど。たまにするけど。艶がどっちが艶が出るとかはあんま変わらない。ポタージュの方が長持ちはしますね。艶はこういうのするときに急速冷凍。ああ、なるほど。普通に冷凍するだけやったら縮んだり、水が出たりするから。なるほど。キュッと締めてから。へえ。
ってるんですか、これ。これシロップ、コーヒーシロップなんけど、濃いシロップで、あまりみんなやってはらない。へえ。ベタベタにするのが僕好きなんで、オペラは。へえ。後からこうやって塗ってますか。へえ。風味が良くなる。そうですね、苦味が大きいので。なるほど。綺麗に抜けるんですね。ものによっちゃ全然ダメなのもありますけど。相性が良かったら抜けますか。おお、相性ですね、やっぱり。少しお酒と、お酒と、桃の風味も入ってるお酒ですか。ちょっとだけ。あんまりそれに入れてしまうとこっちの味がせえ。そうか。なるほど。こうなるんです。おお。なるほど。
へぇー。美しいですね。固まったら温めるから。お、へぇー。へぇー。へぇまるん芋の甘露煮ですね。あさつまいも。芋とバタークリームですね。ほうほう。で、一回回転させます。止まらない。なるほど。こうやってやります。なるほど。なるほど。回転の速度が欲しい。陶芸ですね。そうなんです。ああ、そうなんですか。卵だけはちょっと重たいんですよ。知らなんだ。
暗くないですか？はい、大丈夫です。始めます。はい、どうもこんにちは。コートベーカリーの酒井です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。本日はリバラリダさんに、お邪魔しまして、末広さんにいろいろインタビューさせてもらいたいと思います。よろしくお願いします。ということで、末広さん、まあ、ざっくり自己紹介とお店の紹介みたいなことをちょっと言っていただけると。はい、はい、こんにちは、リバラリダの末広です。お店はですね、もう6年目ですね。はい、いや、身近。まあ、なんか場所は加古川ですよね。そうですね、加古川で、はい、まあ、なんか コンセプトみたいな、なんかどういう、まあ、ケーキ屋さんでもいろいろあると思いますけど、まあ、特徴づけるとしたらどういうケーキを作ってあるかとか。特徴としてはそのちっちゃく綺麗な感じの、そうですね、見栄えだけじゃないですけど、まあ、味もそうですけど、そういう感じの、そういう感じの、はい、ケーキですね。なるほど、はい。で、末広さんと奥さんと、まあ、今と2人で経営されてるってことですよね。なるほど。はい、パティシエを目指したきっかけというか、まあ、いつ頃パティシエを目指されたかですね。というところから教えていただくと、はいはいはい、もともとその僕はあのパティシエがなりたいってなったわけじゃなくて、はい、工業高校を経て、その機械、ね、電気に進みたかったんですけど、はい、そういった仕事でその自分に合うのがなくて、就職するときに、それで料理学校行こうかと。ははははは。実家が寿司屋なんですね。へえー、そうなんですね。なるほど。それで、まあ、そんなつながりもあって料理の方行こうかと、料理学校に行って、工業高校出て料理の専門学校。そうです。へえー、なるほど。はいはい。それでまあ料理人目指したわけです。ああ、なるほど。で、就職したのもそのホテルで料理人で、うん、なるほどね、あったわけなんですけども、レストラン部門に配属されたそうですね。うん、はい、そのホテルで人事異動
あ、そんなんあるんですか。レストランで入ってんのに。そう。へえ。あの成果。今でいっぱいにし。人が足らない。あ、そういう理由ですか。その流れ。なるほど。が、はい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 。発令が出た。なるほどね。パティシエの道。別にその希望で。お菓子に興味あるとかいうのでではないんですね。全く興味なくて。なるほど。だから右も左もわからないって入ったわけなんですね。そこで初めてお菓子の世界に触れたって感じですか。なるほど。実際どうやったんですか。その料理を始めやりたかったのにお菓子の部門で。やっぱり料理やりたかったんで、入った頃も全く面白くなくて、いつやめようかやめようかばっかり。そうなんですね。初めそうなんやったんですね。それで何年ぐらいになるんですか。で結局6、7年。まあ、けどそれでも続くんですね。なるほど。まあいつかやめようと思いながら、なるほど。ただ生活もあったんで、なるほどなるほど。働かなあかんし。はい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 。けどまあそこで6、7年の間に、まあ、まあお菓子作りの基礎はまあ何だって感じですか。まあ結構教えてくれる場所やったって感じですか。そうですね。何でもできたとか、ホテルだって。ほんでそこのホテルで6、7年お菓子作りをやって、そこから個人店で、そこから震災で、あ、新作。ああ、なるほど。住むとこは折れなくなって。なるほど。神戸。ああ、なるほどね。で帰ってきた。なるほど。でそっから個人店ですか。そっからね。はい、家にいて。はい、家にいて。家の手伝い。おお、寿司屋さん。手伝いしながら、はいはいはい、卸でちょこちょこっとケーキ。うちに来るお客さんのなんかパーティーとか、はい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 、あーなるほどね、手伝いをしてくれないかっていう時にやったり、なるほど、してるんですね。ほう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 、なるほどね。んでそっからお寿司、お寿司屋さん戻って、そうで個人店やってて、いや個人店はまだまだなんかいろいろあるんですね。そう、はいはいはい、そっから、はい、そのケーキ屋やってても、もう全然給料も良くなかった。しんどいし、時間長いし。長いし、はい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 。やめようかと。ケーキの世界を一旦やめるって感じですか。やめようかと思って、はいはい、もうその建設会社を就職した。それはもともと工業系やったから、一応知識もあるしって感じですか。なるほど。建設会社就職する前に、はいはい、もうあの2年がないように辞めるんやと、フランスのこと知った方がいいって、フランス出しのこと。でもみんなあの勉強するから行くじゃないですか。はい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 、僕はもう2年を残したく捨てるために、まあ、最後に知っとこうと思って、思ってフランスへ、はい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 、勉強しに行ったんですよ。それはどっかお菓子屋さんに入るわけじゃなくて、あのフランスの学校。あ、学校に。おお、なるほどね。ほう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 。MOF の職人さんについて勉強をしたんですけど、はい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 。で、まあ帰ってきて、でもうやめようと。で、建設会社に。すごい経歴ですね。変でしょ。そうか、フランスでと勉強して帰ってきて建設会社なんですね。ああ、なるほど。ほう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 。でもちゃんと正社員就職して、なるほど。で何年か、で半年ぐらいか。あ、半年。やっぱり違うなと。やっぱ違うまあそれは違いそうですよね。まあ面白いねんけど違う。ああ、なるほどね。やりたいことではない。ああ、なるほど。その時にあの経験であの、ホテルの時一緒やった友達が、はいはい、経験の友達のところに行くから一緒に来たら、なるほどね、はいはいはい、で、はいはい、でそこの社長が自公園だ、なるほど、はいはいはい、それが個人店。ああ、なるほどね。ほう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 。
で個人店でまたケーキの世界に入って、そうですね、また何年かですかね、10年ぐらい。ああ、なるほどね。あれ、ほなオリエンタルホテルはもうその初っ端だけですか。そうですね、あ、そこなんですね。あ、なるほど。個人店で次10年。ああ、もうそこでは結構もうトップっていうか、そうだね、シェフ一番のトップシェフ。なるほど。やっぱり最終的にはオーナーと社長が合わない。なるほどね。オーナーさんはシェフですか。シェフというか、まあ退いて、あー、オーナー引退されてるけどみたいな。引退はしてないんですけど、みたいな。メインの現場には立ってない。そうですか、うん、なるほどね。やっぱり自分はずっと職人でやっていたから、結局経営者とは波長が合わなくなってるんですね、最初に。まあ、あるあるですね。よく聞くやつですよね。職人と、それでやめてますね。ああ、なるほどね。で、それが何年前でしたっけ。10年前ぐらい。ああ、そうか。からその個人店を辞めてからお店の開業までもまだちょっとありますよね。そうです。そこからまた別の個人店。個人店。ああ、へえ。のな、お会いして、はいはいはい。でもまだうち来ないから。なるほど。まあそこでもトップのシェフとして、ああ、なるほどね。10年ぐらいですかね。あ、そこでも10年。あ、結構長いこと。結局そこでもオーナーと合わない。やっぱり最終的にはやっぱそこで なんなんでしょうね。その職人のとして追求したい部分と経営者としてやってほしい部分と、そうそう、やっぱちょっと齟齬が出てくるって感じですか。ああ、なるほどね。どっちかというと僕経営者より職人の方の色が強いんで。なるほどね。最終的には合わなくなって、売れる商品よりもなんかまあこだわったっていうか、技術になんかこだわった商品を出したいみたいな感じですか。やっぱり経営者としてはそうじゃないですか。まあそうですね、確かにね。売上を求めるから。そうか、それも結構近くのこの辺の加古川高砂のお店。あ、全然ちゃうんですか。そこで。なるほどね。そこで10年ぐらいやって、もう体を壊して、そこがストレスの原因ですか。それはあれですか、どこまで聞いていいか分からないですけど、まあ、経営者さんとの、意見の違いがメインストレス。なるほどね。通勤も長かったし、なるほど、いろんなことが考えて、調子悪くて、で、まあ、体壊してやめるって感じ。他のまあ意見も多分もうやばいんじゃないかと思って。そんな限界までやってたんですね。へ、ね、なるほどね。どうしようかって。お店は昔からしたかったんですけど、漠然としか思ってなくて。年いったらできたらいいなぐらいしか。まあ、僕のまあ仕事的な考えだと、まあ、ここまでレベル高い作品、お菓子が作れるんやったら、もう早めに独立して、自分のお店立ち上げるイメージでしたけど、そこはもうやっぱ漠然としてたんですね。そう、漠然として、まあ、いつかって感じ。いつかって言って、改めて、まあ、言うたらその経営者さん、職人として追求したかったら、やっぱ経営者さんとやっぱ意見が合わなくなるから、やったらやっぱ自分でもう最終的にはやらなあかんなって感じ。しなくちゃないな。なるほどね。それが急っていう感じなんです。別にしようと思ったわけだ。なるほど。言うたらもう何年か修了して、例えば10年後にはもう独立っていう形をイメージしてたわけじゃないし、もう体も壊したし、もうしゃあないなって感じ。そうですね。年からもう店なんかやれたら言わぐらいにしか思えなかったので。なるほどね。そういうことか。そうでも性格もあるし、やっと出ると触れるところも少ないね、年は。50やったんで。はい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 。まあ、一応一連の流れみたいなのはお聞きして、まあ、修行とか努力の方法についてなんですけど、まあ
今ね、あのパティシエで、あのお菓子屋さんにどっか修業してる方だったりとか、まあまあ、これからお菓子の世界に入りたい方も多分たくさん見てもらってると思うんですけれども、末広さんのような美しくて、まあ、センスのあるお菓子を作るには、まあ、やり方にもよるとは思いますけれども、一般的にパンみたいに、まあ、5年から10年ぐらいで、まあ、大体ある程度のクオリティはとか、うん、まあ、身につくもんですか、まあ、人によるでしょうけど、人によるでしょうね、一般的に、うん、ああ、まあやっぱそうか。末広さん自身は大体どれぐらいでもうベースができたなって感じですか。いやいや、またまたまたですよ。いやだって、だって圧倒的ですよ。いやいやいや、まあそうか、目指してるところが違うからそうでしょうけど、まあけどホテルで、まあ、ある程度ベースを学んで、あとは個人店で応用を学んだって感じですかね。でもそれだけじゃダメでしょうね、やっぱり。それは求めたかったら、あ、それは言ったらそのプラスアルファの部分っていうのはお見せして自分でブラッシュアップしていったって感じですか。いやいや、それまでに、あの、あって、そのいろんなケーキ屋さん見に行ったり、あ、なるほどね、するのも大事なことだし、その細かい作業するのも、例えば何か作ったり、細工も作ったり、模型とか作ったり、あ、なるほど、そういうのも好きでないと細かいことは嫌になってる。まあそうですよね。それはもう個人店の時に、まあ、自分の時間を作っていろんなケーキ屋さん見に行ったりとか、ね、まあ、細かい作業とかを、まあ、自分でちょっと練習したりとか、うん、あ、ね、なるほどね、まあ、じゃあ単に修行してるだけではやっぱ難しい、ね、難しいですよね。なるほど、なかなか、あ、まあそりゃそうやな、まあ、自分が本人がどこまで求めてるかだけども、なるほどね、そうかそうか。僕なんかもう上行きたかったから、どうせするんだなっていう、まあ、でも、なるほど。で、まあその末広さんの、まあ、キャリアの積み方みたいなのを聞いて、まあ、だいぶ多分他のパティシエの人に比べると紆余曲折あったかなと思うんですけど、まあ、ほとんどのパティシエの人は、まあ、初めの 1,2 年で辞めて、で、まあ、やっぱ 4,5 年やってみたけど、やっぱりもうこの先ないなと思って辞めて、でほとんどの人はもう挫折するかと思うんですけれど、挫折しなかった理由とか、どうやってその何折れそうな気持ちを乗り越えて独立まで行ったかっていうのは何かあります？挫折しましたよ。いや、したけど結果としてもオープンされてるから、挫折は結局してへんじゃないですか。しようと思ったけど、まあ、最終的には生きていくためなんです。ああ、まあね、それがベースになってて、でもしょうもないことはやりたくない。そうか、生活のためか。けどそうやな、けどみんな生活のために別の世界に行くけど、まあやっぱそこは生活のためにどの手段を取るかで、末広さんの場合はやっぱお菓子、やりたいことはもうこれ、自分がやってきたものしか結局できないから、そうか、他のことができないんで。なるほど、これしかなかったみたいな。そうか、そこがやりたくてやったわけじゃないっていう話なんでしょ。まあそうか、そうですよね、まあ、確かに好きで入った世界じゃないから、余計にそうか、そんな感じで、好きで入った世界じゃないのにそこまで辛いことがあって、体も壊しながらも最終的にそこで自分の道を切り開いたってことですよね。まあどうぞ、まあちょっと、いやー、すごいなー。ほとんどの人やっぱ辞めちゃいますもんね。だからみんな、今の子とか、今の子言ったらあかんけど、好きで入ってるじゃないですか。まあそうですね、お菓子作りが、そうですね、だから羨ましいな。あー、好きで入ったらなんで続けれへんのかな。そうか、多分労働条件とかしんどいんだけど、昔に比べたらマシになってるでしょ。マシになってブラックなところってやっぱり問題になっちゃうから。あとはまあ仕上げの美しさがやっぱその、まあ、僕みたいな素人から見るとビバラビダさんの仕上げの美しさって、まあ、圧倒的だと思うんですけど、まあ、それも先ほどおっしゃってたみたいに、まあ、修行時代に、まあ、得たベースの技術とプラス自分の研究みたいな感じ
そう、あとですか、ね、コンクールあーとか挑戦したり。それは修行時代に結構出してあったんですか。そうですね、なるほど。してましたね。うーん、好きでもないのにそんなことに入ってるのがわからなかったですけど。まあけどモチベーションないとそんなコンクールも負けず嫌いみたいなことが、まあ、好きで入ったわけじゃないけどやればやるほどのめり込んでもっともっと技術を上げたいっていうモチベーションがやっぱあったんですよね。その根底にはいつか商売、いつか店できたらいいなっていうところがあって、そのためにはっていう。なるほどね。ちょっとずつなんか積み重ねていく。コンクールで賞を取ってれば宣伝もなるし、まあそうですね。変な話、お金があるときにちょっとしたプラスアルファになるし、結構外から分かんないですけど、まあ、ここまでのレベルあったら、まあ、早めに独立したらみたいな、なんかそういう、まあ、ありましたよ。それはありましたよね。ありましたけど、やっぱり資金、ああ資金ね、最初的にそこが引っかかるんですよ。できなかったというか。あと、まあ、お店を立ち上げられてから、まあ、初めて今までは職人としてどんどん技術を磨くことに、まあ、追求してはったと思いますけど、まあ、今度はその、まあ、今まで揉めてたっていうか意見が合わなくなった経営者としての一面も自分の中に多分芽生えたと思うんですけど、どうですか、その初めて経営者になってみて、あの、まあ、なんか考えが変わったとか変わったことってありますか。それはないですね。あ、なし、ないんですか。経営者の気持ちはもちろん分かるんですけど、やっぱりそれってみんな同じ店になるじゃないですか。あ、まあ、その考えでやってたら、まあ、確かにね。そうか、そんな店やったらしたくなかった。経営者になったとしてもそこはやっぱ変わんないですね、僕はね。だから、まあ、職人寄りの、まあ、こだわった、まあ、手間がかかるけど、そうですね、美しさとか細部にこだわったものだけを出すお店。もちろん経営の部分も必要です。ありますけども。ありますね。はい。まあけど明らかにそっち側に重点を置いてなくて。なるほどね。そうか。なるほどなるほど。なんか憧れじゃないですけど、なんかモデルにしてた人とか。なんかそういうのってあったんですか、昔から。杉野さん。ああ、やっぱり。あの人のおかげで、やったことはないんですけど、ケーキ見て、自分の考えが変わったみたいな。まあ、ザ・職人って感じですよね。それがありますよね。ずっと毎週通ってましたけど。神戸にあった時に。神戸にあったんですか。神戸にあったんですか。東京しか知らん。出身が関西ってことですか。でも三重。そうなんですか。まあ、情熱大陸で僕も見たぐらいの知識しかないですけど、まあっこまでの技術とかクオリティとか売り上げがあったとしても、やっぱ多店舗展開とかせずに、もう自分の店1店舗だけで完結させたいっていう、なんかこだわりですよね。なるほどね。杉野さん、そんな納得だよ。まあ、全然及ばないんですけど、憧れ。まあ、これからお菓子業界を目指す人だったりとか、今修行してはる方にアドバイスするとしたら、なんかどういうことを声かけます？まあ、いろんなものを見たら、ケーキ屋さんだけじゃなくて、まあ、いろんなね、目線から料理だったりとか、パンだったりとか、それは今も昔も変わらないと。なるほどね。言ったら時代が変わって、まあ、ケーキ屋の成り方とかも多分なんかもっと効率的になんか若いうちにバーンってなんかお店オープンしてやってはる方もいるけど、やっぱある程度下積みっていうか勉強は基礎はしっかりしといて、いろんな分野の情報も吸収してからの方がいいって感じですかね。まあそこまでは見えないですけども、人それぞれなので、早くするのもいいことやし、僕はそうやって早くしたかったなって思う部分もあって。あるんですか。体力的にしんどいです。まあそうか、そうですね。やるとそうか、そうですよね。金銭面も体力面も、そうか、そうですよね。そこがね、ちょっとね、確かに早くできるんであれば、なるほど、したかったらね、した方がいいんじゃないかって。
だ試験名さえクリアしてたらもうちょっと早くオープンしたかったなみたいな感じですか、うん、ああなるほどね、うん、最後に、はい、まあ、今後のビジョンというかお店をどうしていきたいとかなんか個人的なビジョンでもいいですし何か展望があれば教えてもらえたらと。まあ店は別に大きくしようっていう考えもないし、うん、今のままで今のまま、うん、今のままでレベルを上げていく。なるほどね。まあ、レベルを上げるって一言で言ったらなんか簡単に聞こえますけどどうやってレベル上げるかですけどもさっきおっしゃったみたいにいろんな情報を吸収したりとか今までの経験とかそういったところですね。じゃあ新しい技術とかやっぱパンと同じでお菓子の業界もどんどん出てきてるからそういうのを積極的に取り入れて自分で研究してるって感じですか。そうですね。新しいものも取り入れて古いものも大事にしながら両方出せたり。なるほどね。ほう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 って感じですかね。こんなもんです。はい。ということで、ある程度聞きたいことを聞けましたのでもしね他に末広さんに何か聞いてみたいなっていうことがあれば、まあ、YouTube の、動画のコメント欄とかでも書いてもらったらまた後でね、教えていただけると思いますのでということでいろいろ教えていただいてありがとうございました。はい。ということでこれで終わりになります。ありがとうございました。どうもは、すいません。ありがとうございました。大したことも見えない。いえ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 。